今日はなんて今日はなんて今日はなんてなんて51セレビア行けなかったけど今日試合があるから51点。闇が溢れて生きる俺たち妖怪。うまっ、これめちゃうまいんすけど。はい、さっきですね、大家さんがね、緑色のね、あそこのドアからね、やってきてですね、大量のシーツをね、持ってきてくれてですね、で、シーツ交換した方がいいよっていうことでね、いっぱいね、シーツをね、こうやってね、これですね、はい、持ってきてくれたので、試合から帰ってきたらね、変えようと思います。うん、今の僕のね、ベッドがどうなってるのかって言いますと、やばいですよ、これ。うん、本当にやばいんで、ちょっと見てください。荒れすぎー。今日はですね、冒頭にも説明したようにですね、セルビア遠征がね、コロナウイルスの関係で、中止になってしまったので、今日はね、練習試合に変わったので、そっちの練習試合に今から行こうと思います。それでは練習試合行ってきます。レッツゴー。今日は雨です。下今うぬとろチョコラーダ、オーボンネチョコラーダ、ドゥバヤネホチューチョコラーダダダヤホチュドゥバTwo weeks. あ、いや、うち、そんなゴースキー。
コリコ one weeks ガラチャオチャオパタキーシャパタキーシャチャオブラッテサラスニーマン YouTube サラスニーマン YouTube ダノスでレポブレメンチャオチャオスリビア語で一人で話そうと思います。自分が今どんだけねスリビア語話せるか。じゃあ行きます。台本とかないですからね。台本とかないからね。本とかないからね。いきますよ。アドリブで。ジェシー、カーコシー。ヤサム、スティーブ。ヤサム、オサムナイス。いや、イグラム、ペトロバツ。ヤホチュダク。ヤホチュダクピン、ノビコパチカ。ヤカオ、エンバペ。イ、サディオマネ。モイタタ、カメルナツ。イ、モイマン。やっぱんか B でもせシュートラこんな感じ。このパン1個80ユーロってやばくない？80ユーロよ。80ユーロ、80ユーロじゃないか、80セントか。やばいよね、超安いよね。僕から見える景色がね、こんな感じです。男性レポブリエメン。もう青々しいよね、芝生が。なんでここに落とし穴があって、ランニングマシンがありますね。お、スパイクある。トレシか。トレシがありますね。ここでなんか、バーベキューできそう。さ、この家さ、すごいところさ、こうさ、線があってさ、ずっと向こうまでこの線がつながってんの、ここ。これがさ、向こうまで、ほら。ずーっと向こうまでつながってるからさ、洗濯もし放題なんすよね。で、なぜかここにソファーがあると。ちょっと、あ、こういう、痛て、あ、こういう感じなんだ。まあ、座り心地は95点ぐらい。ベストキットのさ、とっくに出てきそうじゃない、これ。わかる。できました。いやー、皆さん見てください。セルビア行く準備してたのに、もうめちゃめちゃ準備してたのに。前日にですね、チームの監督からこのバッグを渡されたんですけど、セルビア遠征中止ということでね。仕方ない部分はあるんですけど、やっぱね、行きたかったっすね。ユニフォームもらったんですけど、なんと10番です。あ、逆だった。10番だったんですよ。いやー、これ着てね、強いチームとね試合したかったですね。ユニフォームをね昨日もらったってことは、まあ、正式にチーム入ったっていうことだと思うので、やっぱ嬉しいですね、ユニフォームもらえると。はい、
大家さんがさっきね来てくれて、スープとねこのチーズパンと肉を持ってきてくれました。これを今からね食べようと思います。いただきます。うまっ。肉もこうやって入ってて、肉と人参となんか麺みたいな、こうちょっと垂れてるでしょ、麺入ってますね。じゃあ次これカップケーキ型のチーズパン。うん、うまい。じゃあ最後に、なんだこれ、ね、え、これ何、肉。何これ。このさ、なんか番号の下にさ、こうやってさ、ちょっと見えてる？見えてる？あ、見えてるね。番号の下にさ、こういうさ、エンブレムとか入ってるのおしゃれじゃない？めっちゃ。しかもさ、見て、モンテネグロのさ、国旗もこうやって書いてあってさ、OFK ペトロバツ。かっこいいポイントね。ここもさ、すごいでっかくさ、ペトロバツのエンブレムあんだよね。だからさ、2個さ、エンブレム入ってるっていう特殊なこのユニフォーム。めっちゃかっこいいと思って。早くね、このユニフォームを着ている姿をね、皆さんに見せれるようにできたらいいなと思ってます。はい。